最初に奴らを見た時ですか？私たちと何も変わらないと思いました。何も？ええ、何もかもです。ただ武器だけが違っていました。世界中のエウレカ崩壊跡地に現れた未知の文明は、自らを地球人と名乗り自身の生存権を主張していますが、統合政府は依然態度を保留しており、東京のエウレカセブン跡地に出現した巨大赤色移動体は開口線で周囲を焼き尽くしながら西へ進行しています。こっちには報道の自由ってものがあるんですよ。って、相模湾に出現した謎の巨人を知っているだろう。あいつが同じように開口線を走りながら巨大赤色移動体と戦っている。もう我々の敵は追える。この先の道は消滅した。すぐに引き返すんだ。引き返してどこに？もうわしらは終わりじゃ。この国は滅びるしかないんじゃ。だからといって放り投げろとでも言うのか？なんだこれは。あの巨人、これまで俺たちを攻撃してきたニルバーシュそのものじゃないか。一体何が起きてるんだ？他の跡地から現れた未知の文明、交渉の結果我々をブルーアース、彼らはグリーンアースと呼称することになりましたが、彼らとの協調により我々は赤色移動体と相模湾の巨人をアモルファスベトン10号体で固め、宇宙空間に打ち上げる作戦を現在実行中です。巨大赤色移動体と相模湾の巨人が融合した施設を我々はキビシスと呼称しています。はい、メデューサの首を入れた袋に由来した名前です。幽閉軌道にいる限りキビシスは地球に危害を加えることはありません。では人類の敵ニルバーショー統合政府軍が秘密裏に回収し兵力として投入したことを認めるんですね。スーパーシックスの登場する我々の巨人兵器、通称ラブレスなしに今回の作戦の成功はありえませんでした。やべえ、全員アイドルみたいなルックスじゃん。グリーンアースの人間の世界ってクリスマスもないんだろ。そんな非効率的な文化は大昔に排除したんだってさ。グリーンアースとの融和条約樹立の記念として第一軌道エレベーター、通称ユニティタワーの開通式を2038年12月24日に執り行うと発表しました。隕石やデブリ等の衝突か、あるいはテロを含む人為的な行為かは判明しておらず、ブルーアース統合政府並びにグリーンアース代表区は連携して確認を急ぐと同時に幽閉軌道を使って彼の死は無駄ではありません。彼が自爆しなければキビシスの軌道は変えられませんでした。このタイミングを逃せばもうチャンスは巡ってこなかったかもしれません。回り続けるサイコロはいつか掴んで止めねばならない。まもなく時間です。ご準備を。そうだな、時が来る。神からサイコロを奪う時間が。
化にはクラス2以上の許可証の提示が必要です。やはりドローンは全機破壊されている。先遣隊は今戻ってきてます。どうだ、陣営表や所属表記がカムフラージュされてますが、グリーンアース軍です。この装備からするとこの駅兵団と思われます。外人の部隊が無断で俺たちの国に入り込んで占拠してるってのか。確認できただけで KLF が6機、我々の手に負える数ではありません。くっ、なんだ、なんだこの音は。なんだあれは。本部より通達、現地国をもって指揮権が移動。以後は特務機関アシッドの指揮下に入れ。国連軍の無認証部隊が直々にお出ましだと。ちょっともうなんで撃ったのよ。でも向こうのレーダーは壊せたよ。まったく。状況確認、データリンク。目標は未だ目視できず。やっぱり出遅れてるじゃない。センサー君、侵入経路に6機の KLF を確認。やだ、私たちと同じ数。それで勝てると思ってるの。まあいいじゃない、さっくり成仏させてあげちゃおう。メイク。私が美味しくいただきましたわ。おかわりいただきます。あれまー、さすがですね。私だって947DA 失敗。コードネームアイリスを奪われた。指示を請う。コピー、追って指示を出す。ちょっとこれ何、どうしたのララ。ねえ、何なのよこれ。何って、ファンデルワールス力場反応あり。これは正真正銘のスカブコーラルよ。でもだってこれまるで子供の落書きじゃない。目撃されたのはボーイング C-17-2 回。情報部の話では IFF コードも偽造されていたそうよ。そこまでして何か後ろめたいことでもあるのね。とても正規軍のやり口とは思えない。ともかくブエナビスタ隊には作戦プランの変更を命じます。了解。ブエナビスタ隊隊長石井風花アデモネより各位、作戦コード 947DA は現時点をもってプラン B に移行。作戦コード 947DA は現時点をもってプラン B に移行。プライドドレスウルスラグナは予定通り D 装備のまま緊急発進。15分後にフリッパー1発進。15分で型をつけろなんてブラックすぎじゃないの。聞こえてるわよ。よろしくね、少佐。こちらはグリーンアース第8方面軍第1 KLF 隊隊長のホランド・ノバク。 IFF 確認、これよりロサンゼルス管区までの護衛任務を開始する。こちらグリーンアース航空機動突撃隊長デーブ・クラーク少佐。
感謝します。察するに、竜井の爆大佐の弟君であられますか？いかにも。大佐には、突撃隊マルパソ基地でご指導いただきました。ありがとう。伝えとく。妙な感じですね。ブルーアースの奴らの航空機を護衛するなんて。俺は、機体番号まで消してやがる。隠密作戦で使用したってことだ。俺たちが知る必要はない。警戒に戻れ。コピー。知る必要はないか。兄さんはいつでも正しいことを俺に行動で示してくれた。今度もそうなんだろう。兄さんが指揮する部隊が直々に参加してるんだから。安心して、アリス。パパとママがついているわ。お願いします。銃を下ろしてください。子供がいるんです。抵抗するはずないじゃないですか。いいえ、これは権利です。権利？バカな。私たちは丸腰の市民ですよ。我々には我々自身を守る権利があります。我々自身の生命を脅かす脅威から。脅威？脅威とは何ですか？それを証明するものでもあるのですか？8時の方向、こちらのレーダーでも確認。衝突の危険性はネガティブ。観測された隕石は前方を通過するだけと思われる。想定距離は前方 2500km。 ニアミス報告の必要もなし。こいつ減速している。侵入核修正確認。セクター3突破、オールクリア。カムフラージュの排除を許可する。了解。カムフラージュキャストオフ。モードダイバーからコンバットへ。オールセーフティー解除。ウルス・ラグナルートアップ。火器完成オンライン。全兵装アクティブ。バトルフィッティングコンプリーション。ウルス・ラグナ攻撃開始。でこいで目くらましとか食べやがって。なんだ今のは。野蛮人め、生意気で高性能 AI をドローンに組み込んだのか。そんな報告は来ていない。こんな高機能の計算が追いつく AI 兵器は俺たちも開発できていない。お宅はいい。来るぞ。全新作で送るエウレカ公共詩編エウレカ7ハイエボリューション、ぜひ劇場でご覧ください。